はい、それでは秋の立川スト2対戦会、立川流紅白戦を行いたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。今回はスパ2基盤、X 基盤で行います。ラウルさん、マイクよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は紅白戦立川流ということですけども、はい、立川流というのはですね、基本的には2つのチームに分かれての勝ち抜き戦になるのですが、各チームリーダーには事前にチームメイトの出る順番、そしてその中で1名ジョーカープレイヤーというのを決めてもらっております。ジョーカープレイヤーは副賞が出る前までであれば好きなタイミングで出ることができます。チームの勝利が危ういとき、ここでどうしても流れを変えたいというとき、そんな時にジョーカーを投入いたします。ではジョーカーはストッパー的な存在で、各チーム一度はかぶせができるというルールですね。はい、その通りですね。ジョーカーをいつ投入するのかと、リーダーの采配がチームの勝利へと導くことになります。はい、赤組ですね。赤組は立川中野チームをメインとする、川村チームで、リーダーは私がやらせていただきます。対する白組は、デイトナ金曜対戦会チームをメインとする、A4 さんのチームですね。リーダーは A4 さんです。それではですね、 A4 さんは、ジョーカーの発表と鉢巻きタスキの想定をよろしくお願いいたします。はい、 A4 です。 2P が白組の、ジョーカーはしの兄さんです。おというわけで、あのしの兄さんに鉢巻きとあとタスキを託しますので。あ、白です。いやもうやばい、これがものすごい心がこもったタスキなんで、はい、大きな拍手をお願いします。さあ、赤組のですね、ジョーカーは、闘魂さんですね。闘魂さんいらっしゃいますか？闘魂さん、はい、はい、拍手を、大きな拍手をお願いします。はい、それではですね、ワンピー側は、赤組は立川中野チームの方ですね。で、2P の方はデイトナ金曜対戦会チームの方ですね。赤組の先頭はパパラッチ斉藤さんです。対する白組は、はい、タツトシさんですね。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。対戦が一番左端になります。ワンピー、次は、え、ワンピー、次は今でもワンピー、うちがワンピーで A4 さんが2P、立川連合が 1P、ね、で、はい、デイトナ連合が2P で始めさせていただきます。はい、A4 さんのチームの方は、2P の方にお願いいたします。 1P こっちマイクが小さい、マイクが小さい。
はい、第1試合ですね、パパラッチ斉藤さん、ウィッチスルー。はい、あの黒い竜が、タチスさんでしょうか。波動でこかして、さあ、パパラッチ斉藤さんはですね、よくフィーに行かれてる方ということなんですけども、うん、あ、失礼しました。緑が達成さんですね。 2B 側ですね。龍のこの前は熱いですね。さあ、波動で押し込んで、あ、ここは波動の打ち合いで、あ、真空がガードされる。大ショルド落として、おお、リバサが刺さって、これがそうですね、10万人。あ、これか。あ、やるか、瀬添さん、瀬添さん、山本さん。中継側はどうだ。さあ、真空が止まって、あ、ここは山本さんが、あ、二人真空止まりましたね。あ、しっかり合わせる。これ順番ですか。これが順番です。これ順番。もうこれ、あの、下のは関係ない。これです。鋼足に押し込んで、波動、波動から投げて、1-1ですね。あ、素晴らしい。あ、今、山本さん、あ、トップスピンからハドでこかして、置き攻めがめくり竜巻でループする。竜巻分かりにくい。さあ、両方真空溜まった。わー、あー、真空フリント。なんだなキャラですね。はい。エスダルシム時代、私初めて見た気がします。あ、ペコさんはダルシムは普段やっているんでしょうかね。あ、見たことないですね。しかしやっぱりサブキャラは S 好きなんですね。あまり見られない組み合わせなので、これは楽しみですが、がないあーあー、まずはペコさんが1ラウンド選手です。インフェルノがないのはだいぶ辛いと思うんですけどね。あ、インフェルノ、あ、そうですよね、エスキャラですからね、インフェルノはないですよね。 あと投げられたらもう画面足で終わっちゃうかなっていう感じなんですけど、真空を、あー、燃やされて画面端ファイヤーがきつい。さあ、リュウはこっから反撃いきたい。お、竜巻向こう見たらシャドウ、これがきついですね。はい、
ドリブルの確か1種類しかなかった気がしますけどね。そうなんですか。さあ、掴まれて投げられる。ただ、このファイヤーも抱きついですね、エースでも。おい、とっつき投げられて、うわぁ皆勤賞で参加していただいている方です。すごくありがたいですね。はい、今後もよろしくお願いいたします。飛んでさ、勝利は対空されるのも一緒なんですかね。投げられる。この前はきつい。なんとか近づきたいところですね。ああ、続きで落とされて、トコさんのエスダルシムがまず1勝です。勝利が当たる。投げ受けにない。この前は結構タルシムがきつそうですね。さあ、このファイヤーモードでタルシム側は終わらせたいですね。ラストファイヤーはキャンセルになるんですね。はい。あ、剣は近づいてタクに塗ってきたい。あ、これはやっぱり対空になるんだ。ああ、波動拳で画面端に起こし込みたいですね。おお、勝利勝利。掴んで、これはもう掴んで終わらせたいところ。お、おー、昇竜が刺さる。最後は昇竜。小田井さんの X、 さあ、X 剣と X 残儀。ふんどしバスターさん、ふんだかと思ったんですけど、残儀なんですね。さあ、追い払いたい。さあ、このふんどしバスターさんはですね、西武新宿線の小平駅は、ピア21というゲームセンターのハイパーのターボザンビで遊んでる方ですね。ターボザンビですか。はい。今日は X 基盤なので、X ザンビと。うん、さあ、しっかりしてますね。さあ、上原行きたいところ。そうなりますよね。ふんどしバスターさんの X 残儀の限りですね。さあ、ガイル側はもう作業で終わらせたいところですよね。さあ、アミさんは最近、去年ですか、立川に引っ越しされてきまして、今は立川勢とよく来ていただいてますよね、最近。はい。もともとはですね、千葉勢で、津田沼のエースというゲームセンターで遊んでいたと。さあ、今は立川勢のガイル。さあ、この間合いはもう、だいぶ残機しているところですね。なんとか前に来たいところですね。近寄れるか。おお、あと一発圏内。溶かされて、まだここからが遠いですね。まあ、ワンチャンありますよね。なんとか一回飛びが通れば。ああ、きついか。ああ、一応。これは、ダブル KO です。なんとか中足で近づいていきたいところですよね。ジャンプ中、膝で。おー、吸って
転ばして、ほうあーまた遠くなる、おほう強気の投げ、あー打ち、こっちに左は、あうまい、しっかり対応されるとだいぶきついですね、やっぱり。あーゲージが溜まるまではガエルもなかなかいけますけどね、ゲージが溜まるともうチュンリーのペースですよね。さあ溜まった、テンションで返して投げて、ああ対空をミスった、出してここは一度戦列を離して、投げが減りますね。なんとか気候圏をソニックで操作して裏圏を当てていきたいですね、ガイルは。あ、めくりが通った。投げて、うん、さあ、あと投げ一回、一発圏内。おー、リバサで、あははは、苗場さんのエクスチュニーの勝利です。あ、この組み合わせは勝雄さんにちょっと頑張っていただきたいですよね。そうですね。さあフォークはただパチコパンからのタイフーンがしっかりできれば画面端はだいぶいけるはずなんですけどね。あ、先月はガード。あ、スカル。まだある。あー、やっぱりきついですね。あ、ナウバさんが冷静な対応ですね。なんとか画面端に押し込んでいきたいところですね、ホーク側は。これを返して、あー焦がされる、おー結構カツオさんコパンダブルとかもやってくるのでまだまだ逆転ができますよ。あー大足がいった、おーああ結構飛び込みジャックパンチ強いですよね。飛び込みジャックパンチ強いですね。置き台足されてない限りは結構返しづらそうですけどね。ああ気候を踏んつけて、また遠い距離ですね。さあフォークはここはどうしても一回近づきたい、さあ立川の我らがリーダー川村さんです。今日は剣がメインかなっていう感じなんですけど、今日は竜を使用ですね。川村さんゲリ攻めるの早いです。投げる、一度距離を取って強気に波動を打つ、おーうまい投げですよね。まずは河村さんが1本です。若干剣みたいな動きの竜ですね。ファイヤーが当たる、画面端に追い込んでしまえば
タイムリューおーデータで入る。こうなるとちょっとおとなしくしといた方がいいですかね。今すごい減らなかったですね。あー減りすぎだよ。7割ぐらい減りましたね今。さあだいぶ今のは折れそうな感じですが、強気にハードを打っていかなければなかなかこっちのターンにはならないですね。ああもう投げで終わってしまう。まずは溜めた方がいいですね。そうですね、ハードをハードで押し返して一度真空を離して、あーこれがきつい、死にかくか。苗場さんの勝利、5連勝ですかね。今までの、手組みしたんですね、五郎さんの XDJ。 もともとブランカ使いなんですけど DJ もかなり強いですね。マシンガンもシャカシャカシャカっと4ヒットできますんで、投げた。あ、五郎さん頑張ってほしい。わあ、中出しが浮いてやる。DJ チュンゲも結構 DJ 側はいろいろやることありますから大変な組み合わせではありますよね。投げてめくりたい。あー投げられる。はい、赤組チームはここでジョーカーを投入します。はい、東根さんよろしくお願いいたします。お願いします。この辺で使わないと最後まで取っておきそうな感じになっちゃいます、ね、はい。さあジョーカー東根さんの X チュンリー、さあここは頑張っていただきたい。チュンリーチュンリーはどうなんでしょうね。チュンリーチュンリーはこれはまあでもやっぱり2手は着地硬直に当たりましたね。ゲージを溜めた方が圧倒的にやっぱり有利じゃないでしょうかね。そうですね。あおー今の食らってたらギリギリぐらいまで減ってたでしょうね。まだ東根さんが1本です。それが通る。これですね。直列したまま溜めて直前の動きですね。さあ取り、あ最後は投げ、これが通る。ストッパーの役割を果たしてくれましたね東根さん。プレーにどう影響してるか。さあ、トーコンさんの、おぉ、スッと、もう半分。これは、これは厳しい。もうこれで残儀側も待ってますね。うおほただ、タコ様、ロマン派なんで、光りたいんでしょうね。飛びが通って、タコ様が1ラウンド選手。さあ、トーコンさんは、飛ぶタイミングが難しいですよね、ザンギ側は。
やっぱチーム側は、まあ、近づかせないことですよね。そうですね。でも気候圏で飛ばしても着地に中盤気候圏とかはめ技かよみたいな、そんなこともできますんで、やっぱりチュンリーは、おお、通った、なんとか橋まで持っていきたい。ただ溜まってると弱気候を抜けれないんで残留がきついですね。はい、東京さんが取り返しました。通った、あこれですね、中盤機構が。おお、リバサ。さあ、投げてくる。あー、入った !3 ヒットから、またこれで終わっちゃうんですよね、ジャック機構だと。あ、ジョーカーの闘魂さんが2連勝。さあ、これは珍しい。S フェイルンですね。あー、なんとか近づきたい。レッカが刺さって投げて、うわー、支援で削る。南端キスジュニアさんはですね、キングオブファイター95の解析をしている第一人者と。あ、そうなんですね。はい、本日は S フェイルンですか。僕が人生で5番目にやり込んだゲームですね。キングオブファイターズ95は。東魂さんが取り返しました。S フェイロンも、あ、でもレッグがないんで、だいぶ近寄り方が X と違いますかね。画面端は何が正解なんでしょうね。中足が強い。あ、これはきつそう。最後は投げ。闘魂さん3連勝。ユーチュンリーはお互いやりたいことがはっきりしてますから、とりあえずはどちらもゲージを貯めたいところですね。あ、この百列の置き方がいやらしいですね。なんとか中間距離での中足とかをファイヤーで燃やしたいところですね、リュウガーは。置き方がうまい。さあ、戦慄があるので、うわー、最後は背中蹴り。新鮮な感じですよね。そうですね。後ろでガン見してますね。はい。さあ、この組み合わせは、バイソンはこれはどうしたらいいですか？バイソンはどうですかね。チュンリー側はもう気候と百列でとりあえずこうやってゲージを貯めて、取ってるうちにピオりましたね。バイソン側のまずゲージ貯めるっていうのはどうですかね。とりあえずもう、やりに行くしかないですよね。早い話。さあ、ここはバイソンの単価。投げる。しっかり受け身を取って。あー、うまい。オアーからのクレイジーで取り返す。やっぱり飛行機も足りるとだいぶきついですよね。アントリーもしっかりします。飛行機打った後100列あるので、なかなかバイソン側もリバサで前に進めないですよね。100列離して、ああ、トーコンさんが熟練の動き。そうでした、硬直ゼロでした。そういえば、
続き、それはミルキーさんですね。ミルキーさんお願いします。さあ白組のジョーカー投入のタイミングが気になりますね。秘密兵器のまま、あ、ここでジョーカー投入ですね。白組はジョーカーの篠宮さん登場です。ジョーカー対決ですね。はい、ジョーカー対決です。あ、篠宮さんはエッサガット、さすがにこれはチュンリーもきつそうだ。さあチュンリーはおー、しっかりアッパーカット出して追い返して、これにヒットするんですよね。痛い、これは。あー、アッパーカットが間に合う。投げて、やっぱりタイガーが、まずはシノニーさんが1本、ロータイガーがものすごい使いますね。あー、チュンリー側はこれは、とりあえずゲージ止めるしかないですよね、チュンリー。ゲージを止める。そうですね、気候でゲージを溜めて、バックジャンプしながらも溜めて、もうここから、お、投げて、何度か勝負していくしかないですよね。もうこうなると、こういうこともできる。あ、逆に差がきついか。あ、まだ分からない。これはありますよ。さあゲージがたまる、これがありますね。取り返して、やっぱり差は画面端に追い込むのが一番正解なんですかね。アッパーカット、パカッと大でしたね。大だとめちゃめちゃ減りますよね。減りましたね。しかしこれ、チュンリ側はこれは厳しい。下段タイガーだけでも終わってる感じがします。さあ、闘魂さん、ジョーカーの闘魂さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。タギー勢からの参戦ですね。いろいろできる人は強いですね。ただ、X 流がだいぶ辛そう。竜でやってて、S 坂が一番きつい気がするんですよね、個人的に。これ、竜側は、地上戦はどういうの？竜側は、しゃがみチューパンでグランドタイガーを潰したいんですけど、しゃがみチューパンで X だと潰れる距離だ。でも S だと結構相打ちになるんですよね、開幕とか相打ち距離だと、はい、なのでこういう風にしっかり対空をして、はい、あとは中間距離で飛んだ時にもうマリオパンチで打ち落とす。あとはこうやってゲージを貯めるしかないですよね。もうしかしやっぱりきついです。タイガーが、ああ、真空は読まれていました。ね、はい、さあ、シノニーさんを、ここは、さあ、誰かが止めなければいけない。うまい。ジャックハードをうまく超えてましたね。そうですね、なんとかあのグランドタイガーを竜巻でかわしながらゲージも貯めたいですね、リオは。うわあ、もう厳しい。飛びがきついですよね、サガットは。さあ、ここから竜が反撃行きたい。ローキックも強いな、やっぱり。さあ、篠宮さん止まらない。これなんですよね。X サガットだと潰れるんですけど、S だと、相打ちになっちゃうんですよね。サガット側はもう相打ちでも全然 OK ですよね。全然 OK ですね。あー、これはちょっと中間距離で飛んでも S サガの足払い絶対距離が間違いなければしました。
側だと結構面白い対戦になりそうですよね、S 側。ただ S 側は受け身が取れないので、そうですね、これ出川はワンチャンありますよね。もう投げてめくって投げてめくってじゃないですか。投げてこれです、これです、そうですね、投げてもうこれで殺しきる、これで、そうですね、もう出川の勝ちパーなんでしょうね。投げて、さあこのこれが痛い、さすがに下がといえどあの投げの連携はきついですね。おお、いい反応、ピオリーチは回復して、おお、それうまい、あ、投げ返し、はい、白組のジョーカーの篠兄さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。どちらのジョーカーがすごくいい仕事を、そうですよね、ジョーカーが見せてますよね。はい、はい、さあ、デバデバです。デバデバはちょっと僕はよくわかんないんですけど、なんとなく壊しダブル2、壊しダブル2が肝かなっていう感じがしますけど。あ、まずミルキンさんが、おぉ、押し込んで、ほぼパーフェクト。もうどっちがこかすかっていう感じですかね。これはでも、ダブル2が目はありですよね。もうありですね。あ、ダブル2が目、あ、投げて、あえて投げてる感じもしますよね。さあ、ミルキンさんの熟練の武器。受け身がない。うわ、投げる。出川戦得意としてるはずなんで、ここは頑張ってほしいところですね。ごちごち。さあ、冷たく足合うか。ただ、ミルキンさん、間合い管理がうまい。なかなか軽くも近寄れない。うおー、いつの間にそんなことできるようになったの。ミルキンさんも、わー、あの味覚はなかなかきついですね。軽くいいところを見せたんですけどね。投げられる。太鼓の方がうまいですね。太鼓は置いてありますね。大パン刺さって、こかす。太鼓の方が本当にうまい。うまいですね。投げられる。ああ。うわあ、大キックが刺さって、ミルキーさん勝利。さあ、守りが固いです、大さんは。さあ、受け身が。うわあ、一気に押し込んでミルキーさんが、まず一本先取。大会のチームメンバーだったんで A さん頑張ってほしいところですね。そうですよね、ライブさんは XFT で A さんと同じチーム、さっきの歌舞伎くんと A さんと次僕出番なんですけど、歌舞伎くんが俺を忘れるなって思いますね。さあ、ここはうまい、ホバーの下上手、巻いてある。あ、さあ、ここはうまい、あ、うまい、これはお見事。あそこでリバーサーダブルって僕初めて見ましたね。さあ、A さんはちょくちょく最近は立川で金曜日などに来ていただいていますが、うまい、あ、裏手は
結構この削り自体も痛いですよね。あ、めくりが入って、やった。あー、ここはまずい。あー、マジか。ウルさんがここで登場です。さあ、カビ君はエクスイストでラウルさんと一緒にチームでしたが、はい、ラウルさんはどんな印象ですか、一緒に組んでみて。ラウルさんですか、はい、あの後ろにいるとすごい安心します。ああ、なるほど、はい、あのスイカってやらせてもらえるんでありがたいです。あ、ラウルさんはベガ戦はどうなんでしょうね、得意不得意あると思いますが。いや、ミルキーさんめちゃめちゃ強いんですよ。ミルキーさんもうの試合すごいやらせてもらったんですけど、強いですね。めちゃめちゃ強いですもん、本当。あ、チュアシマイヤが入って、さあ、ここはラウルさん得意の鳥かごが、さあ、ミルキーさんはここはしのげるか。いやー、あー、ラウルさん、おお、あー、しあー、まずいですね、これちょっと。ああ、おっと、ナイス昇竜、昇竜すげえ、よく出た、よく出た感じの変な当たりが出した。さあ、ここを抜かれると我が軍は相当やばいんじゃないですか、これ、うん。ラウルさんはここはちょっと頑張っていただきたい。中国からダイヤシンが、投げられて、めくりからの、やばいぞ、真空が避けられるやつじゃないか、これ。さあ、これはちょっと熱いぞ。さあ、どうする、うわー、これはてもらいます。はい、ガン見させてもらいます。勉強してください、はい。さあ、あとシャルさん、セオさん、ユーベルさんと3人ですね、ワンピーチームは。向こうさんは何人ぐらい残ってるんですか。 2P チームはイサジさんにあと5人ですかね。5人という話をしてる間に、ごちごちして、さあ、あとはもう待てる。そうなんですよ。おお、ナイス、うまい。あれ美味しいですよね。あれ美味しいですね。オッケー、ナイスセット。テイ。さすが、落ち着いてますね、シャルさん。なんかね、自分でやるとああなんなんですけどね。おお。テイ、ナイスか、カン。アムヘッドって、はい、攪拌ないんで、なんかないっぽいですよ。ないんだ、わかんないっすけど、さっきから打ちまくってるんですけど、俺もの試合で、うん、結構攪拌をもらわない感じですね、うん。ああ、そういう距離なんだ。はい、こうなると、あ、るあ、そうなんだよな。このサイコからの投げがさっきからすごい有効に機能してる感じですね。そうですね、サイコの使い方がうまいですね。はい、うまいですね。まあ、ダイパンもらったとしても3回削ってますんでね。うん、そうですね。大体トントンなんですよね、それが、うん。当たれば当たったらいいし。はい。あ、うわ、投げられる。ミルケが強いぞ、これ。強いっすよ、もう。テイ。さあ、すごい緊張感があります。いやー、そっちで拾う。うわミルケさん、これで、相当まずいですね。まずいですね。はい、神様、仏様、瀬尾様に頑張ってもらいたいところですね。はい、なんとか、お願いします、瀬尾さん。投げから、おお、さあ、この画面端で殺したいところですよね。おお、返せるんだ。わあ、本当に最後の打ち方がうまい。おお、ちょっと事件が起きましたね。はい、ちょっとなんか
今の映っちゃまずいやつじゃないですか。今のはちょっとコナン君呼んでこないと。はい。お。おお。サヒト。あとは。おーい。まずは佐藤さんが一本先勝。なんかいろいろあったラウンドでしたね。はい。この最後に対してジャンプショーキックですか、あれが。そうですね。割と安定して返せる感じ。これきついですね。画面端は本当にゲロ吐きそうになるぐらいきつそうですね。なんかすごいな。うまい。コパンで落とす。あとはもう削りけんない。おお。わー、投げが通った。で、瀬尾さんも勝利。さあ、小江戸さんの X レガーと瀬尾さんの X チンギですね。はい、さあ、これもきつそう。これはきつい。垂直ジャンプショーキックがめちゃめちゃきつそうですね。おわー、うまい、死にかく強いな、なかなかベガもイニシアチブ取るの大変そうですね、これは。そう、もうこうなるとこっからどうするかが結構なんか困る感じ。そうですね、はい、うん、画面端、あー、きつい。なんとかダブル2で押し込んでいくしかないんでしょうね。ああ、投げが通る。これは頼りになる。リサリさんの X キャニー。さあ、キャミー使いとして頑張ってもらいたいですね。まあ、ラウルさんも使いますもんね。はい。はい、さっきまあ、結構やらせてもらったんですけど、リサリさんも、はい。めちゃめちゃ前に歩いてくる。お、ダイパン置いてある。知ってる動きですね。うわー、ここは確定。だからそうは言ってもやっぱり、はい。チュンリーはきついか。まあ、そうですよね。キャミーがもう、はい。フーリガンを通していくしかないかなっていう気がしますね。垂直両手がうまいですね。うまいですね。はい、あ、おチューニーからはそのフーリガンがキャミーのジャンプ中パンチに対してちゃんと対応できるともうキャミーはだいぶきついですよね。なるほど。さ あ, さあこの前2週ぐらい前にバーサスで見た組み合わせ、はい、あ、そうなんですか。その時は確か、あら、私の記憶違いですかね。ああ、けどこれもなんかすごい面白そうな組み合わせという。そうですね、はい。ダルシム側が結構対応が難しそうな気がしますけどね。まあ、川島さん、スラストインフェルノとか普通にやってきますからね。はい。よく食らいます。やばいですよね。はい、あー、削られる。強いな。結構あの飛び込みに対しての何を出すかっていうのがダルシム側はなかなか判断が難しそうですね。なるほど。まあ、結構通常技対空だから物によっては落ちないみたいな感じのが結構あると。そうですね。なるほど。まあ、うわー、ビンタを投げて1-1です。どっちが有利なんでしょうね、キャラ的に。そういえば立川には両方いないような。あ、
そうですね、島娘さんのチュンリーしかいないですね。チュンリーですね。ダルシムってめちゃめちゃ強いですけど、はい、うわー、ボボボボボ燃えちゃった、はい、じゃあ、うわ、まあ、ありがとうございますけど、ありがとうございます。うわ、さあダルシム側はもう画面端で、おお、なあ、リバーサ投げ。さあこれで 2P がリーチです。よくあれガードできますね。そうっすね、もうさあ表から、うわー、燃やされる。さあここはスラ投げがきますよ。うわー、うわー、助かった。あんまり助かってない。うわー、これはチャンス。うわー、カワシムさんの勝利で 2P 側の勝利ですね。はい、エキシビジョン、じゃあエキシビジョンいきましょう、はい、白組おめでとうございます。おめでとうございます。さあ本田ダルシムはダルシム側のスキルがすごい要求されたと。この間コンピューター戦ダルシムでやったんですけど、はい、ホンダに絶対勝てないんですよ。確かに難しいです、ね、はい、難しいです。うわー、テレポ職人がテレポで消える、消える。しかししっかり対応されてますね、はい。うわー、なんか爪だ。ダルシム側は本当に対応が難しそう。うわ、さあ追い払えるか。うわー、敵が下がる。うわー、しっかり置いてある。ダルシム対策というよりも、めちゃめちゃきつそうな組み合わせなんですけど、はい、これでも勝っちゃうのがトップレベルの人たちですね。そうっすよね。あのエストの時とかもなんかいろいろすごいの見せてもらってみたいな。すごかったですね、はい、もう何が何だか分かんないですからね、もうこの時点でもう先行しすぎて読み合いがよく分かんないですね、はい。本当になんか一回触ったらそのまま勝ち切るみたいな感じの。そうですね、すごいっすよね本当。ただブランカー側もめくると 4段がありますからね、はい、ホンダに対しては。うわー、ここはやりに来た。通常技の置き所がすごい上手い。すごい。ああ、そうですね。歩いてるホンダにローリング打ったらもう、ああ、読んだ。反撃はないので、さあ、あとは、ああ、ここはもうやりに行くしかない。よくガードしましたね、今。いやー。A4 さんが勝利です。はい。さあ、情熱の国っていうんでしたっけ？そうですね。はい。すごいきつそうな組み合わせですけど、ただ A4 さんなら、うお、なんとかしてくれるはず。うお、うまい！
あの立ち寄パンチがやばいっすよね。やばいですね。うまい。うまい。ガロスペみたいだ。確かにガロスペっぽい。はい、あ、お互い通常技の方がすごくうまいので、おお、あ、まあ、うわー、いやー、本当に刺してめくるまでがうますぎますね、はい、本当に一回触ったら勝ってますね、すげえな。さあ、扉通るが投げられる、うわー、なかなか劣化も、さっきのそのサプライズバックでしたっけに対応してる感じですよね、はい、対応が早すぎですね、はい、ローリングできないのが痛いですよね。そうっすよね。格安クラウンで、うわ ー, うわー、マジかマジか、これがありますね、ブランカには。いや、最後なんですね。シュウさんは立川の対戦会解禁賞ですかね。そうですね、シュウさんはいつも来ていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、A4 さん超強いですよ。この前龍、はい、龍ブランカやって12連敗ぐらい何ヶ月か前にしましたよ。ワイルさんが12連敗ですか。8は8ぐらい取られましたからね。対応力がすごいですよね、やっぱり。おお、これはもう人読みですかね。昇竜が当たって、波動波動で押し込む。扉通るが、このコパンの使い方とかすごいうまい。変顔もやっぱり球を使うしかないですからね。ただ波動を見てからスネークできるので、なかなか中間距離も厳しいですね。ああ、シュウさんが前に、わー、いい反応です。ぼかしてうまいガード、あー、しっかりガード、すごいですね。さあどうなる、投げる、噛みつきダメージがすごい。さあ今波動を見て大パンやろうとしましたよ。やってましたね。やってましたね。おー、あー、勝利が刺さってワン、シュウさんの勝利ですね。はい、シュウさんの勝利で、最終試合が終わりました。皆様お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。